時は遡ること89年前、甲子園球場を本拠地とする大阪タイガースが発足。その後、1961年にチーム名を阪神タイガースに変更。1985年に2リーグ制以降初の日本一を達成。そこから長らくの月日を経て、2003年、2005年にリーグ優勝と黄金期の到来を予感させた。しかし、あと一歩のところで優勝に手が届かない大停滞時代へと突入することになった。2015年9月30日、2012年から監督として指揮を取った和田監督の退任が発表された。そして2016年、超変革をスローガンとして掲げ、阪神2度のリーグ優勝に貢献した金本知憲が新監督として船出を切ることになった。超変革、ドラフト1位2段の高山慎を筆頭に、高卒3年目の横田慎太郎、江越大河などの若手を積極起用。開幕戦では先発投手のメッセンジャーが盗塁を試み、3月31日には守護神のマテオに3イニング投げさせるという奇想天外なプレーを連発。混戦の中で阪神も A クラス争いに加わるなど奮闘。しかし高め要求、打った当たりは大きな当たりになりまして、その向こう側入りました。メヒアの満塁。交流戦で負け越したのを機に雲行きが怪しくなってくる。優秀なリリーフがいながらも防御率5点台の藤川をここぞの場面で登板させたり、守備費用マイナスの鳥谷をショートで起用など、過去の栄光にとらわれた選手起用で前半戦は5位で終える。守備を軽視し、実戦経験ゼロの陽花をレフトでスタメン出場。本職の守備位置はセカンドの上本をサード。面白いという理由で西岡をセンターで起用と、異色の采配でファンを驚かせ、自身の過失にもかかわらず選手がエラーした際にはボールボーイの椅子を蹴り飛ばすという暴挙に出る。7月8日の対広島戦、この日先発の藤浪晋太郎、初回から制球難と味方の守備ミスに苦しみ、晒し投げともいえる全部で161球投げさせ、責任を感じてほしいとコメントし、チームの自力優勝が消滅してしまう。前年右肩を故障し、ルーキーイヤーからイニングイーターとして名を馳せた藤浪は、この161球事件の後深刻な制球難に悩まされることになる。このように金本監督の謎采配は挙げればキリがない。厳しい状況が続くタイガースだが、明るい話題もあった。シーズン通算安打の球団新記録を更新した高山俊が新人王に輝き、甲子園のスター北条文也がレギュラーに定着。そしてシーズン終盤から長年ショートを守り続けてきた鳥谷敬がサードを守るようになる。サードのスタメンは12年ぶりではあったものの、軽やかな安定した送球で難なく打球を処理。翌年サードに本格転向し、ゴールデングラブ賞を受賞する活躍。投手では岩貞祐太が防御率2点台で10勝を挙げるなど、2016年は新たな顔ぶれが次々と台頭した年となった。最後に7連勝で締めるも、チームは4年ぶりの B クラスに終わった。敗因を考えると、岡田監督時代、真弓監督時代にドラフトで獲得した選手が戦力として成り立っていないことが挙げられるだろう。実際にスタメンに名を連ねるのは極端に若い選手が30代後半の選手。いかにして壊滅的なドラフトが行われたのかがわかる。ライトに上がった。
2017年、虎の恋人、糸井嘉男が加入。類稀なる身体能力と選球眼を武器に、最高出塁率を3度受賞した日本を代表する5ツールプレイヤー。この糸井を筆頭に、上本や福留など選球眼の優れた打者でスタメンを構成。12球団トップの531四球を記録し、メディアは大阪近鉄バファローズの糸前打線をいじって歩いて前打線と命名。そして投手では2軍でくすぶっていた秋山拓実、桑原健太郎といった人材を発掘。秋山はチームの勝ち頭として、桑原は中継ぎエースとして大きく成長。3球団を渡り歩いた苦労人は今年チームトップの67試合に登板し、防御率 1.51、 43ホールドポイントと好成績を残す。現役時代、桑原と対戦した経験のある金本監督は、俺が打てないからいい投手だと開幕1軍メンバーに登録。クローザーのドリスにつなぐセットアッパーで起用され、マテオとともに最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。先制点を、5回の裏の大きな先制機、ノーアウト3塁はワンアウト3塁に変わりました。あーっとデッドボールですが、どこに当たったか、頭部か。バッターの鳥谷隆に相手投手の投じたストレートが顔面に当たってしまった。途中交代となり、試合後の診察では尾骨を骨折していたことが判明。全治は未定。1794まで伸びた歴代2位の連続試合出場の記録更新は不安視されたが、ピンチヒッター鳥谷、いやーすごい歓声ですね。サンさん、いや、やっぱ昨日 の、はい、あのね、知ってる人がほとんどですからね。このなんと翌日、フェイスガードをつけて代打で出場。以降の試合でもフェイスガードをつけながら出場を継続し、鉄人と呼ばれる鳥谷を象徴する出来事となった。一時広島と首位争いを展開したが、6月後半の8連敗で脱落。前年活躍した高山、原口、北条、岩貞が軒並み成績を落としたことが大きく、さらに糸井、上本、メッセンジャーの故障離脱が響き、最終的に首位広島に10ゲーム差をつけられ2位に終わった。高め要求、あそこはストライクコースに行ってヒット、センターレフト、水しぶきが上がります。打球も止まります。大雨の影響で内野には水たまりができ、外野に打球が飛ぶとボールがバウンドせず、シングルヒットがツーベースヒットになる物理的泥仕合が行われた。両軍合わせて31安打の乱打戦になり、選手のユニフォームは泥だらけ。最悪なコンディションの中、9回まで試合ができたのは、長年甲子園を支えてきた裏方の存在だった。阪神園芸は関西地方における鉄道会社系造園会社の一つ。1979年から阪神甲子園球場のグラウンド整備業務を請け負っている。阪神主催試合のグラウンドの整備、試合中怪我をしてしまった選手の担架による搬送、球場の外壁を覆うツタの水張りを主な業務として行っている。実はこの試合の前日、雨が降ることを想定してシートを張る前にグラウンドを固くしていたという。そして当日、イニング開始前にマウンドや打席には速乾性の土を入れることにより、選手が怪我をしないよう念入りに整備を行った。職人芸といえる高度な技術で、両チーム怪我人なく試合を終えることができた。試合中止になった場合、阪神が無条件で進出することになっていたため、現地の横浜ファンから阪神園芸ありがとうコールが起き、感謝の声が相次いだ。
第3戦で阪神は横浜に敗れ、クライマックスシリーズ敗退が決定。2018年、ウィリン・ロセリオが入団。メジャー時代は2年連続20本塁打、韓国野球では2年連続30本塁打の大物助っ人。推定年俸は3億4000万プラス出来高という大型契約。2月11日の初対外試合では初打席初球をホームランにしてみせ、トラファンの心をつかんだ。プロ野球 OB の田尾康氏は評論家生活で見た最高の助っ人と評し、山崎武史はあれが打てんかったら世界七不思議、それくらいいいと大物野球 OB たちから太鼓判を押される。しかしシーズンに入るとそんな期待とは裏腹に三振とゲッツーを量産。特に外のスライダーに滅法弱く、ツーストライクまで追い込まれると外すらあのスライダーではないでしょうか。違うスライダーか。実況にまで読まれる外のスライダーに手を出し、簡単に攻略され、時には打席でスイカ割りを始めてしまう。同時に守備難の選手でもあり、失策数は一塁でワーストの9失策。このロサリオの他にもセカンド糸原、ショート北条の二遊間、センターには伊藤隼太、ロサリオの代打ナバーロといった壊滅的なセンターラインが形成される。この年は運にも恵まれていなく、雨天中止が相次いだ影響でシーズン後半は連戦が続き、選手の休みを取る暇のない中日程が進み、最後の13連戦では10敗を記録。そして2018年阪神を象徴するのが梅野の一球外しという闇。梅野の一球外しとは、カウントが 0-2 になるとキャッチャーの梅野がバッターと極端に離れた位置にミットを構えること。問題点は露骨すぎる外し方。ピッチャーもキャッチボールをやるような感覚で投げていたことから、この行為は全く意味のないものとされた。むしろバッターからすればボール一つ分稼ぐことができるため、相手が有利になっている。この一球外しを超えるインパクトを残したのが4月6日の対中日戦。阪神は1点ビハインド、9回裏にワンアウト3塁のチャンスを作る。次の打者は打率1割台の梅野。しかし代打を送ることなく、3塁走者には代走が送られた。当然中日はスクイズを警戒。1球目、2球目、3球目スクイズを失敗。そして4球目も3年間で一番強いと意気込んだ2018年、10月8日に2001年以来17年ぶりのシーズン最下位が確定。チーム本塁打はリーグ最下位。甲子園でのシーズン39敗は球団史上ワースト。甲子園では1試合平均3得点しか奪えない非力打線。9月には金本監督と男性ファンが揉み合いになる動画がネット上で投稿され、大きな波紋を呼んだ。チームの主力は糸井や福留といったベテラン選手。前年 FA で抜けた大和の不在が大きく、チーム UZR マイナス 71.2 というとんでもない数字を叩き出した。大山祐介を本職の三塁で起用する方針で、鳥谷を二塁手へ転向させた年、ドラフト1位指名で大山、重複しろなど批判された大山を後に金本政権一番の功績と言われるまでの選手へと成り上がる。シーズン終了後に金本監督が退任。2軍監督からの移動で
矢野明弘が一軍監督に就任した。2019年、投手陣は新加入の西勇輝をはじめ、青柳晃洋、高橋遥人が新たに先発ローテに定着。打線はドラフト3位の木浪聖也、ドラフト1位の近本浩二が開幕戦に先発出場。新たなる時代の幕開けを予感させた。序盤は B クラスでスタートし、5月に15勝で2位に浮上。前年中日で13勝を挙げたガルシアが開幕から3戦連続7失点、防御率 19.29 と大誤算。代わりにリリーフのピアース・ジョンソンが絶対的セットアッパーに君臨。普通のカーブより球が速く、曲がりも大きいパワーカーブを武器に、来日1年目から8回の男に定着。前半戦でセ・リーグ歴代3位タイ記録の12試合登板連続ホールドを記録し、オールスター、セ・リーグ中継ぎ部門ファン投票1位で選出。2019年のオールスターは阪神ファンにとって激アツの展開を繰り広げる。原口が2試合連続のホームラン、続く梅野もホームラン、近本が先頭打者ホームランを口火にサイクルヒットを達成。特に原口は大腸がんという病気と闘病しながらの出場だったため、2夜連続のホームランには全球団のファンが沸いた。シーズンを通して救援投手陣が安定感を見せる。岩崎優が48試合登板で防御率 1.01、 中継ぎに専念した能見が40代で51試合登板達成。他にも島本、森谷らが加わり、12球団トップの救援防御率 2.70 を記録。この頃から阪神は阪神イコール中継ぎが豊作のイメージが強くなる。しかし打線の迫力が乏しく、後半は勝率5割未満と勢いに乗れず。7月7日に獲得したソロアテがデビュー直後は活躍を見せたが、その後は攻守で精彩を欠き、9月には矢野監督にモチベーションが上がらないとベンチ入りを拒否、チームの士気を下げるような発言をしたため即刻解雇された。9月19日の順位表。この時点で阪神は残り6試合で6勝しないと、2020年、新型ウイルスが日本で蔓延。
野球界では藤浪晋太郎が初の感染となったが、感染経路が会食で発生した集団感染、球団が外出許可を出していたなど阪神サイドの危機感が欠けていると非難の声が各所から上がった。3月26日に陽性が判明し、2020年の開幕は難しいと思われたが、例年より3ヶ月遅れの6月19日に幕を開けることが決定した。6月の阪神は2勝8敗と開幕ダッシュに失敗。6月に開幕した影響か、打者が成績不振に陥り、近本、糸原、木浪、ボーアといった打線の中心を担うべき選手が軒並み数字を落とし、持ち前のリリーフ陣も怪我人が相次ぎ、投打ともに消沈。しかし7月に入るとボーアやサンズ、大山の3名で20本塁打と突き抜けた長打力で借金を返済。投手陣はクローザーの藤川の代役に指名されたロベルト・ソアレスが10月15日まで非本塁打、敗戦なしの安定した投球を見せる。8月、9月も勝ち越したが、首位の巨人には相性が悪く、巨人には8勝16敗。東京ドームで開幕8連敗を喫するなど大きく負け越し、最終的に巨人に1位を譲る形になった。2021年、韓国野球で2冠に輝いたロハスジュニアとドラフト4球団競合の末に入団した佐藤輝明の獲得に成功し、さらに打線の厚みが増す。オープン戦は9勝2敗2引き分けで首位となり、今年は阪神が優勝するのではないかという声が多く上がった。ヤクルトを開幕3連勝で下し、4月終了まで20勝9敗で首位を走った。ドラフト6位の中野拓夢、ドラフト2位の伊藤将司などルーキーの活躍により7月終了まで首位を保つ。夏場に行われた東京オリンピック2020では阪神から青柳、岩崎、梅野が選出。岩崎はリリーフ陣の中心として、梅野は控え捕手として、青柳はムードメーカーとして輝きを見せ、阪神勢が日本優勝に貢献。しかし後半戦に入ると佐藤輝明がセ・リーグワースト記録の59打席連続無安打を記録。他にも梅野やサンズが不振に陥り、ヤクルト、巨人と三つどもえの優勝争いを展開することになった。これはセ・リーグの貯金推移を示した表。1位と2位を行き来していたが、9月後半からヤクルトが驚異的な追い上げを見せる。阪神は最終戦の中日戦で敗北し、同日ヤクルトが勝利したため V1 が確定。77勝のチームが73勝のチームにゲーム差0で優勝を逃すという歴史的なシーズンとなった。1985年以来の20発カルテットが形成。ドラフト6位の中野が歴代最高盗塁成功率の記録を打ち立て、近本が念願の打率3割を達成。当初は地雷扱いされたソアレスが2年連続最多セーブ投手のタイトルを獲得。オフにサンディエゴパドレスと契約しアメリカへ旅立った。2022年1月31日に矢野監督がこのシーズン限りで退任することが発表。そして
春季キャンプ中に異例ともいえる矢野監督の予祝胴上げが行われる。この予祝を皮切りに矢野監督はシーズン中奇妙な行動をたびたび見せるようになる。シーズンが始まるとセリーグワースト記録となる開幕9連敗を記録。17試合目にしてプロ野球史上最低勝率0割6分3厘を叩き出し、100敗を超えるペースで負けに負けを重ねる。試合前には勝利のハイタッチの練習を取り入れ、風変わりな行動で脚光を浴びるようになる。4月15日の勝利インタビューでそれは起こった。熱い試合を明日も期待していると思います。監督からはメッセージお願いします。ちょっと時間大丈夫ですか？今日僕の友達の餅職人の杉浦誠司さんに今日来ていただいて、365枚ある札の中から漢字を一文字引き当てるんですけど、僕がチームに、イメージしながら引いたのが波という、字でした。それをこう、出してくれたメッセージなんですけど、波も引く、潮もね引いて、波が起きる、浮き沈みもあるけど、みんなで大きい波を作っていこう、それは楽しむことが一番大事じゃないかっていうメッセージをもらってね、今日戦っていきました。誠司さんありがとうございます。おもむろに色紙を取り出し、予祝のインパクトを超える波を披露し、ファンを恐怖の底に突き落とした。この日から阪神は11球団1球団ビッグウェーブなどでネタにされるようになった。しかしこのインタビューを機に4月21日から5月19日まで21試合連続3失点以下を記録し、本来の力を取り戻していく。交流戦で大山が本塁打打点で2冠に輝く活躍。リリーフでは梶谷廉、浜地真澄、湯浅敦樹といった選手が安定感を見せる。こうした背景から阪神は交流戦で12勝6敗の好成績を収め、前半戦で借金を返済し3位に入る。後半戦に入ると中野、大山、近本がコロナにより離脱したことが影響し8連敗。一方2軍で眠っていた原口が8月に昇格してから調子を取り戻し、才木、藤波が久しぶりの先発勝利を挙げ、投打の主力が復活を遂げた。3位の位置をキープし、10月1日にシーズン3位が確定。セリーグ総得点失点差は阪神が1位。開幕の大型連敗さなければ優勝も十分狙えた年だった。クライマックスシリーズファーストステージは横浜を2勝1敗で下し、ファイナルステージ進出を決めた。以降のファイナルステージではヤクルトにストレート3連敗を喫し敗退。シーズン終了後に矢野監督が退任、後任に岡田彰布が15年ぶりに阪神の監督に復帰した。2023年、岡田監督は18年ぶりのアレを目指すため、停滞期といえるチームの改革を行った。監督内定後、岡田監督が行ったのは、キャプテン制度の廃止。本塁打が出た後、選手にメダルをかけるトラメダルの廃止。佐藤、大山のポジション固定。ドラフトでは森下翔太を獲得し、右の外野手不足を補った。そして、一番の変更点は、ショートの中野をセカンドへコンバートしたこと。およそ20年前、鳥谷をショートで使い、レギュラーに定着させた経験のある岡田監督は、中野の守備範囲の広さを肩の弱さが潰していることを指摘し、思い切った策に出る。秋季キャンプでは、自らグラブをはめ、選手に熱血指導。チーム失策数セリーグ5連覇中の守備を叩き直す。このように、岡田監督は、投手を中心とした守りの野球を選手に徹底させた。
阪神はもともと中継ぎは豊作ではあったが、5番手以降の先発が安定しないというのが近年の課題であった。そんな悩める先発陣に彗星のごとく現れたのがこの男だった。プロ初勝利、しかもプロ初完封、無四球で成し遂げました村上投手です。前年まで二軍の帝王とまで呼ばれた村上は2023年卓越したコントロールを武器に開幕から31イニング連続無失点のセリーグ最多タイ記録を樹立。突如として現れた男はその後も野球史に名を残す活躍をするのだった。そして現役ドラフトで移籍した大竹耕太郎も開幕から無傷の3連勝、5月まで防御率0点台を記録。ソフトバンク時代は球速が重視されるのに対して阪神に移籍したことで球速に縛られる必要がなくなったため、精神的に楽に投げられるようになったという。近本の怪我や佐藤の不振を2大エースの台頭でカバー、前半戦は首位で終える。オールスターでは12球団最多の11人が選出。8月1日から本拠地の甲子園球場を離れ長期ロードに突入することになるわけだが、例年からは想像できない怒涛の快進撃を展開するのだった。岡田監督が就任当初球団に提案したフォアボールもヒットと同じように評価することがチーム全体に浸透し、得点数が大幅に増加。特に7年目の大山は8月に20四球を選ぶなど、チームバッティングに徹し、つなぎの4番打者として打線の軸となった。新外国人ミエセスもフォアボールを選んでガッツポーズをするなど、ムードメーカーとしてチームを鼓舞し、岡田監督がもたらしたフォアボール改革は得点力だけでなくチームのムードも変えた。ちょっとですか、時間かかってますね。もう明らかにそのタイミングはアウト、アウトというかその足入れられてないので、はい、これがアウトになっちゃうと、はい、まあ、体張ってブロックすればアウト取れるっていうことねっていうことにもなりかねないですからね。三塁塁審の敷田です。セカンドベースのところで走者と野手が接触していますが、妨害とはいたしません。よってアウト。9回表に一塁ランナー熊谷が盗塁を仕掛けセーフになるが、直後のリクエストでアウト判定になってしまう。この際ショートの選手の足がベースを完全に塞いでいることから、阪神は試合後セントラルリーグに対し意見書を提出し、9月5日にブロッキングベースというルールが新たに適用されることになった。野球のルールをも変えた岡田監督の猛抗議は2023年の日本野球を語る上で欠かせない出来事となった。岡田監督の猛抗議から6連勝するなど、最終的に長期ロードは18勝5敗と大きく勝ち越し、優勝マジックは21とした。その勢いは止まることなく、森下翔太が新人右打者として43年ぶり2桁本塁打の活躍、そしてあのダルビッシュ有からも絶賛された坂本誠志郎の匠のリードにより、9月8日に村上、9日に大竹、10日に伊藤が10勝目を記録し2桁勝利を達成。他にも青柳、西勇輝、佐伯が8勝と穴がない先発陣。リリーフでは岩貞、梶谷、島本、桐敷や石井が台頭し、救援防御率は驚異の 2.39 を記録。チーム全体で投打が噛み合い、防御率、得点数はリーグ1位。課題であったセンターラインの守備も改善し、坂本、大山、中野、木浪、近本がゴールデングラブ賞を受賞。そして9月14日、球団史上最速18年ぶりのリーグ優勝を成し遂げた。広島とのクライマックスシリーズでは全勝で収め日本シリーズ進出。
岡田監督がかつて率いたオリックスと59年ぶりの関西ダービーが行われることになった。Thank you.